あの映画館に映画を見に行くのと家で映画を見るのの違いってその映画館っていうさ環境を使ってさ更に映画を楽しもうっていう家で映画を見るのの強化版だと思うんだけど俺はあのライブで音楽を聴くのと家で音楽を聴くのは違う。 えー、都内実場よろしくお願いします何回だ第20回ぐらいかぐらいだな多分な。あのーまあ、いきなりね主語のでかいことをね今日は言おうということで言い始めたんだけど、あのー、ライブライブって、あのー、音楽を普通に弾くのと俺全く別のことだと思っていて、あのー、平たく言うと今日はあのライブに一回来てみてはっていうっていう誘い。 誘いです今日は俺からの誘いあのねライブ一回来てみたらって思うのよ一回あのででもさライブってさそのえそのさ3,000近く2500円から3,000円ぐらい払って遠くまで行って寒い中ね遠くまで行って立ち尽くして爆音の音楽聴くって何って思うじゃん俺は思ってた小学校の時にうんそれは何って思ってたそのそこまでするもんかね音楽って。 そんななな楽しかなくないと思ってたのよ家で聴いとりゃいいじゃんとね思ってたんだけどあれはさ俺が思うにそのそもそもね家で聞くのとライブで見るのって全然娯楽として別物でなんか音楽を聴くのが好きっていう人とライブに行くのが好きっていう人っていうのはねもうあれですよね映画に行くのが好きっていう人と VR のえー、っと、うん VR の AV の試写室あれ VR あのー、なんかソフトオンデマンドとかのね VR のサイズ見るとかあるじゃんあれに行くのが好きっていうのと同じぐらい違ううん違うね <laughs> そんぐらい俺別の娯楽だと思うのよ、あのー、冷静に考えて冷静に考えてさその例えば宇多田ヒカルのさフルアルバムとかがさ、まあ、3000円とかで手に入るわけじゃんこの世の中って。 とかまあ俺たちの CDEP、えー、って言ってあんまりそのバンド業界じゃない人とかは馴染みがないあれだと思うんだけど EP って言ってまあ大体、あのー、シングルでもないしアルバムでもないぐらいの曲数うちは5曲って決めててその毎回5曲の EP っていうのをアーリープレイの略ら,らしいんですけど、あのー、EP っていうのを出してるんだけどあれも1,000円だしそのさ音源を聞くのにさ1,000円3,000円 まあ今 CD 売れないって言われてますけどねサブスクだったらほぼタダみたいな値段でさ聴けるわけじゃんなのにさわざわざさ出向いてさその3,000ないしね、あのー、3,000ないし3,500円2,500円から3,500円ぐらい払ってさライブ見るのってさ何って思うじゃんだからそのね設定されてる娯楽モデルがもう違うと思うんだよ俺はだから音源っていうのはもうみんながさ 家でさこうまあ料理とかしながらねなんか家事しながら、まあ、勉強しながら何かをしながら、うんまあ、だったり通勤時間とかにさ目を閉じてじっと聞いたりとかさそういう余暇にさ気軽にさこう体に放り込めるさイージーな娯楽として販売してるんだよ音源って。俺らはそのつもりで作っているしだからそのなんだろう音源 でで表表現現ししたたいいいこことととライブはは違ううよねっていうのはその一部そういうことを意識してる人は「あそうだよね」って通じる話でさ結構みんな分かる話であると思うんだけどバンドやってる人はあのー、例えば俺らはさもう音源はさ音源用のミックスでさもうみんなが家で聴く時にさ聴きやすいように楽しいように居心地がいいようにそういう風にしてるわけどだけどさもうライブとかはもっとさもっと破壊力で行こうぜっていうかさもっとバキバキにさもう決めを決めまくってもう。 もうリズムのさ気持ちよさで殺してやるくらいの気持ちでやってんだけどこっちはだけど音源ではその限りではないなとかうんもっといろんななんかまあまだまだ研究中ですけど僕らも、うん、もっといろんなそのイージーに、まあ、家で楽しめるようにうん個人的に楽しめるようにというふうに作ってるわけですよだからそのさ さっき言った理屈でさえ音源が3000円でフルアルバム買えるのにライブが同じ値段っておかしいだろっと思うじゃんそれはねあの娯楽として別物なんですよ正直だから音楽を聴くのと映画を,を見るのは似てないけどライブに行くのと映画を見るのは俺似てるのかもなって思う何て言うか うーんそうんそだでもね映画ともちょっと違うしな、うん、ちょっとさ俺の中でもさ正確な表現がさ見つかんないからさこうダラダラだら喋ってさ皆さんにはその俺のダラダラ喋ってる中から全体像をさなんとなく把握していただけたら嬉しいんですけどこの話のねあのー、そうだなライブの魅力なんだけどさ俺が思う俺の思うライブの魅力ってそのね生の人間が出てきてさ 生身で演奏するわけじゃんまあ打ち込みとか入れる人もいるけどヒップホップの人とかはトラック流して歌ったりするけどさまあ、あれは俺別物だと思うあれはまた別のあのー、パフォーマンス娯楽だと思うんだけど俺たちのするまあパフォーマンスショービジネスみたいなことっていうのはさあのー、マジで感動させたいと思ってやってるし生の人間がその目の前でこう。 演奏して、生で人間が人力でやってその迫力っていうのってやっぱすごいんだよなうん違うんだよな全然だからさうーん音源だけじゃなくてさ YouTube でライブ映像とかも見る俺はすごい見る俺はさすごい。 ライブ映像とか見て「ああこういう感じなんだライブ行きてえなー行ってみていーなー」とかさ「うわーこのライブ良かったんだよな」って後で自分が行ったライブのやつとか見てさなんか振り返ったりするんだけどが想像してたのはさあのミシェル・ガン・エレファントっていう昔のバンドのなんかもっともっとすごい前の世代のバンドなんだけどそのミシェルのさあのラストライブ解散ライブのもう最後デビュー曲の「世界の終わり」って曲で。 終わるんだけどす,すげえ熱いんだけどさそのラストライブでさギタリストのさ死んじゃったギタリストの阿部太っていうさテレキャスの鬼みたいな人がいるんだけどその人が語源を切っちゃうのよで語源を切っちゃってさそれを引きちぎってさ演奏続行するんだけどさなんだろうなその、まあ、語源を切って引きちぎって演奏してるのもさまあかっこいいんだけどその淡々とそのさ なんだろう弦の処理をしてこう弾,き弾くスタイルに戻るんだけどさ一番最後の曲でさでなんかそのな解散ってメンバー全員が納得して解散したりするようなもんじゃないじゃん大体もうなんかさ一番最後のあのライブの阿部太子のあの表情ってもうあれでしか見れないっていうかうーんもうさ彼だって死ぬほど。 ライブもう年間300本とか平気でライブするようなそういうバンドだったでもう本当のライブバンドでそれでもう武道館まで埋めてみたいなさ「もう M ステ」も出てみたいなっていう本当にバンド界のさ神様みたいな存在なんだけどすげえぜできるんかそんなこと人間がみたいな時代が時代だと思うけどみたいなもうライブの土佐回りで着実に全国の人気をつけていってもう自力であそこまで売れたっていうさ本当にありえない状態なんだけど。 でもそこまで打ち込んだ人間、そこまで本当に頑張ったっていうことじゃないと思うんだよな。頑張るのは当たり前なんだよ。なんか、うーん、欠けてきた。<laughs> ミシェルガン・エレファントに欠けてきたと思うし、ある程度。そう、欠けてきた安ト太さんが、その最後解散するって言って、一番最後の曲を演奏してる時の表情って、その、見れない。 みなんか見ててこれ見ていいのか本当にこんな顔って思っちゃうような表情してんの本当になんか呆然とうん呆然とというかそういうような表情でカッティングしてんだけどすごい刻むんだけどさすごいかっこいいんだけどさなんかあれはその見てて苦しいんだけど見応えがやっぱすごくあるんだよね。ででもさどう,せどうしてもそのライブ映像であってさ YouTube に音は圧縮されちゃってさで後でまあうーんまあコンプもかかってさこう音の立体感とかっていうのは分かんなくなっちゃうんだけどさ俺はそのライブラストライブに居合わせたりはしないんだけどきっとそこにいたらさ多分音もそうなってんのに本当になんかねあれスピってるわけじゃないですよ本当にあの本当にちゃんとライブ行って音楽好きな人はねすごくこの話分かってくれると思うんだけど。 やっぱそのメンバー一人一人が出してる音がさその立体感あるじゃんその場で出してる音だからさやっぱり立体感がすごいあってそのうまくいかなかったピッキングもさすごい綺麗に入った一発とかもさこうバーンってもう嘘ごまかしなく出ちゃうのよその音源はさミックスエンジニアの人がさバキバキにさリズムとかをさ修正してさバキバキに上手に聞こえるようにさ 聞きやすいように編集した後のやつだからさそのなんだろうなプレイヤー側からの情感みたいなものは伝わんないけどさうーんギターを弾かない人でもさ歌だったらさすごい思いが乗ったさ友達がさ失恋した時にさカラオケでさあの歌うさ失恋ソングとかってさすごいなんか思いが乗ってるじゃんそれは分かるじゃんやっぱり伝わるじゃんそういうふうに あのどの楽器もさ本当に伝わるんですよ生で聞くとうんだからその音源っていうのはさどこまでいってもさ友達がその彼女に振られて「で落ち込むなよカラオケ行こうぜ」ってみんなでカラオケ行った時に泣きながら歌ってるさなんかその失恋ソングの録音があったとするわその録音があったとしてもやっぱりそのライブって ライブっっって言っちゃったけど、そのカラオケの生でさそいつが泣いて歌ってるのを聞くのとさうーん後で録音したものをさ一つにほらこう,こうやって泣いて歌ってたんだよって聞かされたやつじゃあさやっぱりさ感動が違うじゃん。そのね生の人間のマジの迫力本当に気合が入った人間のそのさ半端者がステージ立った あってもさその何ていうか半端な感じですよ本当にやっぱり <laughs> そういうこと思うことあります正直ライブ見ててああうんまあそううんまあみたいなでも人間がすげえ出るからもうライブハウスって小さければ小さいほどね人間が出るのやってるやつのうわーこいつこういうやつなんだろうながすげえ出るのよ生真面目なんだろうなとかさあー適当なやつなんだろうなとかさが出るのよすごいうわーこいつなんかすげえ本気でやってんじゃんとか 出るのよ少なくとも俺マジの本気でやってるからね俺の本気とかっていうのはね耐えれないぜ多分その <laughs> 耐えれないぜっていうのはその正面でそのなんだろう俺お客さんとぶつかりたいなと思ってるんだけどお客さんとぶつかった時にねお前ら耐えれんぞって思うぐらい本気でもう本当に振り切れた本気でいこうっていうふうにしてるからそれをねやっぱ見ていただくその。 なんか普段から頑張っちゃいるんだけどその頑張りのさ何ていうか発表会でもあるわけだし発表会でもあるわけだしさそのだし見に来てくれた人に対してそのなんだろうなこう言葉でさ「いやあんたは大丈夫だよ」と。 明明日明後日後平気ですよと学校でいじめられても大丈夫俺たちの音楽がついてるぜって言葉で言うのは簡単だし安っぽいしチャッチいけどそのねうーんマジのねマジの人間のゴリゴリのさ魂の塊みたいなやつっていうのはね言葉にせんでもね本当にね人に何だろうな活力って言ったらうん違うな人にうーん 何かのの作用を与えるのよ本当に俺は人のライブを見てすごい食らうこともあるし食らうっていうんだけど「食らった!」みたいな「あのライブは食らったよね」とか「ああ」っつって「あいつのライブは食らわん何も」みたいなさ <laughs> ことがあるんだけどうん食らってほしいと思ってそのそれにはやっぱり金なんかいくら払ってもいいっていう価値があるっていうことは俺すごい思ってるんですよね。だからまあその 平たく言ううとライブ来て欲しいっていう話なんだけどたまにはねそのこの間あの人と話してさ「もっとさ」っつって「あのー、なんだろうライブおいで」とかって言っていいんじゃないって言われてあーそれ俺真摯に人に伝えるなら何なて言えばいいのかなと思ったんだけどライブの良さっていうものが俺みんな分かってないと思うんだよだから俺今日はこの話をしてるしてるんですよだからもちろん俺家で音楽聴くのも好きだよ好きだけどさーでもライブに来る人って っっっっててていいいうののののは音音楽楽好好きき言るるるやつ人人に1人だよよね相当気合入たもうねライブに行くようなやつなんかね大体ねツイッターのね裏アカウントとかもねもう音楽のことしか言ってねえのよもう本当にずっともうあれですよその否定するわけじゃないけど例えばさなんかサブスクの再生してるやつをさスクショ取ってさそれをさインスタのストーリーに載せたりしてってそんなのはね別に。 ままあまあ好きな人もするというかするじゃんまあ別にっていうかするよ俺はそんなしないんだけどそれよりも俺の気持ちね俺はそういう側になったことがなかったから今までなかったからさあんまり俺そういう人の気持ちがよくわかってなくて申し訳ないんだけど俺はさもうさ自分の中でテンション上がっちゃうとこう今喋ってるようにさもうもうなんかね言葉にしたくて仕方がなくなっちゃうんだよね。 もうだからスクショ乗って貼ってさ貼って「どう今私これ聞いてるよ」ってしてる暇ないのよ。かっこつけてる暇がないというかうんだからまあ俺そういう娯楽性もさ全然音楽の一端だなと思って俺はすごい許容許容っていうと偉そうだなうん分かってるつもりなんだけどあのー、音楽にはファッション性という側面があってさ これを聞いいててるっていう自分のリテラシーレベルを人に示すっていうような役割で人が音楽を使うっていうのは俺はすごくいつも感じていてああ私はこんな人間ですよという発表のために今聴いてる音楽とかを発表するんだなこういう人たちはと思うのよ。なんだけどうーんマジで音楽好きなやつはねもう黙ってライブに来ちゃうよね。で黙ってライブに来てさうわーすげえ最高ーってなって泣きながら帰ったりすんのよ。 俺ライブする時の目標俺全員泣かすだもんいつもだから毎回全員は泣かんかった泣いてくれなかったもっともっと泣いていただけるようなさ本当に美しい魂を見せてやんねえといけないと思ってやるんだけどなんかうんそうだねだからライブをただ音楽鑑賞会だと思ってる人が多いと思うから俺はその誤解を解くためにうん 具体を解くために、そうだね。あのー、今、ライブって何かっていうことを言ってんだけど、俺近いと思うのはね、あれかなあのー、親戚のちっちゃい子のさ、おいっ子とか、おいっ子とかのさ、あのー、幼稚園のさ、発表会みたいなやつ。まあ、まだ俺そういう年齢になってないので、まだそのおいっ子が発生したいので、おいっ子が発生したらね、いつかね、そういうの行きたいですけどね。あのー、でもなんか、 まあ想像はつくじゃん <laughs> そのなんかさもういつも可愛がってるさそのちっちゃい子がさお遊戯会でさ一生懸命なんかの役やってたらさ泣けるじゃんあれに近い <laughs> あれに近いなうん。普段いつも聴いてる音楽いつもさなんか聴いてる曲の人のさ演奏を見に行ってさそいつらの真剣な一撃はあ 頑張ろううっていう風にさ、うん、だから俺映画に近いけどちょっと違うって言ったのはさ映画はさ録画したものじゃん。であのー、俳優さんたちがさ演じていてさいい映画っちゅうのはさやっぱりさ、うん、魂にグッとくるじゃん人がやってるから。だけどやっぱり録画されたもので編集されたものでさやっぱり生のものじゃないからさその映画の感動 ってていいううののは話のささ筋道でさうまいこと誘導して泣かされる感じうわこんな感じでそうやってそうなって最後犬が死んだらそれは私泣きますわみたいな涙いいっすかとなるわけですよだけどライブの涙は違うんだよななんだあれはうーんすげえかっこいいやつがいていることが嬉しくて泣けるな俺はよく何て言うかああ 世に救いいがあるというか <laughs> それを見たくて見たいからいくらでもお金払っちゃうし時間を作っちゃうっていう人たちがいるのがライブは好きな人だと俺は思うだからそういう人っていうのはなかなかいないと思う今っていうのはささっきさ俺さその AV のさ VR の試写室すげえぜって言ってたけどさすげえぜあのー、あれってさすげえ新しいさ娯楽じゃん VR ってもう最近最近っつってもまあもうここね10年とかですかもう出てきて10年も経ってないんですかねわかんないですけどまあでもまあ新しめのテクノロジーであることに疑いはないでしょ皆さんだけどその新しめのテクノロジーでさ作ってあるからやっぱりさ値段に対してさすごいのよ俺もう一回さそのね PK のヤマトとさ昔あのー VR の試写室に行こうってことになってその時ねあのー、飲み会に行こうっていう時だったんだけど友達はまだ来ないっていうからああじゃあもうなんかどうしようかなああこれ行ってみよう行ってみようぜソフトオンデマンドの VR の試者室って言って行ってさ行ったらあれすごいんだけどさもうなんかつけるのよ VR のゴーグルを渡されたやつねつけてそのゴーグルの中でそのなんかもう見る作品を選ぶんですよ <laughs> で選んで それで、ああ、じゃあ、うん、この、なんか、エッチな、その姉妹に、両方から攻められるやつにしようかな。これ、にしようかなって選んだりすると、もうそのエッチな姉妹がさ、もう、リアリティやばいのよ。もう、ほぼ現実だって、匂いと感触以外現実はもう、視覚とさ、聴覚は現実だから脳がバグるんだって、えって。<laughs> なるのよ、本当に。だからもう、その、 なんか VR のやつでさ向こうがキスとかしてくるとさ実際に向こう側に人はいないんだけどさもうこっちも舌を出してさキスをしてしまうみたいなうわっもう <laughs> みたいなもう,もう恥ずかしい話ねそんな感じだですもうでもうえ選び放題なわけじゃん作品とかももういろんな女優さん選び放題なわけよもう出てきてさ出た後さ2人でさ俺ら世界の王だったなさっきの30分間みたいな。 王だったじゃん、完全に。王そのもの。っていう。もうもう、それとかさ、あれですよ。千円、二千円もせずにもう楽しめるわけですよ。それすごい話だよね。すごいよ。俺もう、風俗とか片っ端から潰れると思ったわ、あの時、本当に。えー、こんないいものがあったらみたいな。思ったよ。だから人類絶滅すると思った。もうこれ男が繁殖しようとせんと思った。もう、これでいいってなると思ったわ。 思うぐらいすげえなって思ったんだけどライブってさ50年前70年前からあるわけですよこの世に <laughs> あるわけですよ50年代からあるわけですよライブカルチャーっていうのはまあもっと他のジャンルとかだったらもっと昔からあるわけだけどさ、まあ、ロスまあロストテクノロジーとはう失われてないからロストテクノロジーとは言わんけどさまあ古代の遊びだよね言ったら全然 正直、ね、だからさまあ落語が昔のものになるように能とかさああいう日本の伝統芸能が昔のものになって取って変わっちゃうようにうん映画とかに取って変わられちゃうよね正直。そのそれの面白さっていうのは尊重されるけどやっぱりメインはさ映画の方が最新のテクノロジーで作ってるからその物語を楽しむという用途においては媒体としては俺は 本より漫画の方が正直優れてると思うし漫画よりえー、っとまあアニメ化してくれた方が優れてると思ってるその優れてるっていうのは伝達のしやすさね娯楽の簡易性とかまあ情報量とかねそういう面でその本がさ逆に文字しかないからさこっちの想像のよしで楽しめるとかさいろんなメリットがあるのはさ俺も分かってるけどまあでもさテクノロジーは否定するべきじゃないじゃん。 やっぱりテクノロジー新しいテクノロジーで作られたものっていうのはさやっぱりね前の前時代のものよりは情報量が多いすごい安い価格ですごいと思っちゃうすごいと思っちゃうよなだってあのファミコンのマリオとさ今のさなんだすごい最新のさ超グラフィックが綺麗なゲームとかってさ値段変わらんわけじゃん当時の物価とねあんまりあのとかもだから何だったらマリオとかの方が高えぞ全然昔の多分。 スーファミのドラクエとか多分高いぞ。知らんけど。その、わかんない。なんか、その当時の値段感覚がわかんない。正確にはわかんないけど、でも、うん、だと思うのよ。だけどさ、音楽って変わんないじゃん。<laughs> <laughs> ライブってやること変わんないじゃん。そらさ、そら遅れてるだろう。と思うのよ。 でも、それでも一定数残る。まあ、落語とかのように、あれ一定数残るじゃん。残るし、その、文化として保全されていくじゃん。し、まあ、落語とかと比べてさ、楽しんでる人口異常に多いようなライブって、一定数すげえ好きなやつがいるのよ。それはね、あれね、あれよりね、人間の魂ね、形でぶつけられるね、イベントってない。なかなか。人とね、大喧嘩したりとか、なんか、 うん、マジで笑い合うような一日とかと同じぐらいの人間のエネルギーのパワーを感じるのよ。だから、その、特にさ、こいつは素晴らしい男だぜっていうさ、こいつはね、魂が美しいぜっていうさ、人間のさ、一撃ライブそういうものを見れた日にはね、やっぱり俺はね、すげえいい体験をしたなっていうふうに思って帰れると思うんだよな。だからそれには明らかに、 ライブで払うお金以上の価値がある明らかに価値がある絶対にだからうんそういう人が増えてほしいなとは思いますこれは僕のエゴです正直僕のなんかただの欲求ですけどそういう人が増えてくれたらあの僕たちはぶつける相手が増えてすごいいいですよねだから 山下達郎がさ、ごめんね、たまに山下達郎の話をするけどさ俺そんなに山下達郎好きじゃないのにね <laughs> そんなに詳しいわけじゃないんだけどさその際インタビューでさあのー、なんだっけ何人以上って言ったっけなまあ一定の1,000人以上だっけな。 1000人以上、5000人以上とかの会場とかでライブをするようになっちゃうというか、コンサートをすると、それはね、また全然別のことになっちゃうなっていうふうに、うん、やる意味を感じないというような表現で彼は言ったんだけど、だから、明らかにあの人も、その人間の生の出してる音の魅力っていうものを大事にしてる。それを伝えたくて、それ伝えたくてが、それで伝わってほしくて、ライブ、 をしている人だとでうん,だよでうーんこれさ分かんない人には一生分かってもらえないんだろうね俺が今言ってることはねなんか分かってもらえないんだなんか音楽好きにもさいろんな人いるじゃんだから音楽好きっていうじゃん好きだよっていうじゃん人はそんなんさ飯食うの好きって言われとるのと同じようなもんでさなんかあったかいお湯に浸かるの好きって聞いてるようなもん そ,んなんそもそも音楽なんかさその耳に放り込みは楽しいように作ってるわけだからさあんまり不愉快なように作ってないのよ。まあ、わざと不愉快にしようあの人の耳を弾くためにっていうこととかもあるよ。例えばあの k p o p の最後あのトニックに落ちるべきところをさ変なところに上昇してさ「てっててれれ」みたいな風に最後上がるみたいなああいうのはあれ人間が聞いて気持ちのいい風に作ってないのよ。 あのー、それは数学的に言えるそう、あのー、ピタゴラスが定めたあ、あのーまあ、ピアノの音階ピアノで使ってるこの一般的な音楽で使ってるこの音階の、まあ、ルールルールというか、まあ、研究いろんな音楽が作られていてその後な何でこの音楽がこうやって気持ちいいのかって研究が、まあ、進んではいるんだけど今もね昔もその和声学音楽の,あのコード理論とか。 メロ,ディー論かメロディー理論はまだこのように少ないんですけどでもそのメロディー理論の中でも明らかに k p o p のあの上がるのは人間にとって気持ちよくない不愉快な音なのよだから俺は好きじゃないんだけどでもあれね不愉快だけど耳には残るすごいあなんかあなんかその違和感だからさ何だ何だ,なんだ何が起きたえ変なのって思って覚えてるじゃんだから変な歌詞とかだから ドールチェアンドガバーナーって言われた時にさ、本気かよって全、日本全国が思って紅白に行ったのよ、彼は。<laughs> 日本全国が正気かよって思ったの。ドールチェアンドガバーナーはもう正気かこいつって思って、そのインパクトで行ったわけじゃん。うっせえうっせえうっせぇは、でいいんだって思っちゃったから、 すごいってなってその違和感によって引っ張られたと思うんですよ私は、うん。だからそういう効能があるからそのわざとあのなんだろう耳を引くためにあのフックを入れる人はいますけど、まあ、基本的にはさ人に楽しんでもらうために作ってもらうな作ってるものだから聴きゃ楽しいに決まっとるのよ正直 <laughs>。だから音楽好きっていう質問っていうのはなんていうか。 うん、そうだな,な,ん,なんかまあそりゃそうだろうっていうことを聞かれている感じでさもっと厳密にはさその「どれくらい好き」っていうの,うの,んねの,いいうのはね俺の中でもう2種類ぐらい2種類ぐらいしかなくて。 その音楽まあまあ好きままあまあ好きな人とかはねもっと他の娯楽に目がいってんのよ。あ、俺キャンプとか行くの好きなんだよね。とか,ってとかさ、俺車買い替えるの好きなんだよね。<laughs> 俺ギター買うの好きなんだよね。俺ゲームするの好きなんだよね。映画見るの好きなんだよね。料理するの好きなんだよね。っていう風に。YouTube 見るの好きなんだよね。っていう風に。っていう風に、うに、ん。 まあ、いろんなもっと他の好きな娯楽があるけどまあ音楽も聴くよとそんなだって車乗りながら音楽聴いてもいいしキャンプ行きながら音楽聴いてもいいし下料理しながら音楽聴いてもいいわけだしさそういう風にさらにプラスアルファで楽しむ人ともうね「音楽聴いてんの楽しい」っていうさ「教えて教えてお前のおすすめ」みたいなもう片っ端から教えてくれともうそういう人もうねそう,もう,うちのメンバーとかもうそうなんだけどもう大輝とかも すごいの、ね、よもう <laughs> 何でもいいから教えてくれ一回聞かせてくれ一回聞いてみようってあいつだって守備サウンドクラウドでさインディーズバンド聴くことだからねあいつやばいぜ俺もそこまではせんなんか俺はなんかもうこれは当たりだなって分かってるものばっかりいっちゃうあもうこんなこんなヒットチューンいいに決まってるでしょもうファレル・ウィリアムスがフューチャリングしてんならいいよもう <laughs> みたいな <laughs> <laughs> もういいに決まっ?」てんんじゃ聞聞く聞くみたいな、えー、っつってこれプロデュースにダフトパンク関わってんの「聞く聞くそんな!」みたいなっていう,う俺当たりをねあのまあそれはもう当たりじゃんっていうものに言っちゃう人なんですけどうん,なんかでもそうだね俺もなんかさあの裏アカウントがあるんですよ裏アカウントね友達だけで見てるやつがあるんだけどねもうそれとかなんかさ曲聴いちゃあさ思いついたことずっとメモってるだけなのよつって。 わつってケンドリック・ラマー一言目から「セックス」って言ってるのやばいなとかさ確かにそれは耳引くよなみたいなとかそういうだからこのラジオで言ってるようなさ音楽のこととかって俺が毎日音楽聴きながらさ「うわーこれってこうだな」とかって思ったこととかをこう喋ってるだけだからさ本当に俺にとっては大事な時間なのよ音楽聴いて何か考えようとしてる時間っていうのは楽しい一番もの考えてる時俺はうんだから まあ、そうだな。俺は多分音楽すごい好きだな。昔より今の方が好きだな。どんどん好きになってしまうわ。マジで。うーん。そうだね。でもどうだろう。俺は研究するのは。まあ普通に娯楽として、ああ、もう、おいずっと素手は気持ちいいな、お前みたいな。このもう、何タイミングもさ。 常の減衰の仕方ももう全部気持ちいいわみたいなもうお前ずっと気持ちいいおいおいおいみたいなっていう風にこのベーシスト死ぬほど気持ちいいわおいっていう風にまあ楽しんでたりもするんですけど、まあ、そういう時はもうその裏アカウントとかにさもうここのこいつのベースのこれやばいぜ。 聞いてて <laughs> とか言ってさ YouTube とかのさ分数とか指定してまでいもう違法で押してるやつとか探してきてさもうこれで聞いてくれとかって人にこう見せたくて調べてやっちゃうぐらいもうそういうあれなんですけどうーんそうだねなんかさっきも言ったようなファッション性で楽しんでる人もいるしさなんか「私はこんな人間です」っていうふうに自分がの 感じをこう人にに説明すするのに文学は使いやすいやよね私はこういう感じのものが好きですよってあはいはいヤンキーなのねってわかるじゃん例えばもう完全に上から下までトラップのヒップホップがさガンガンにさトラップとドリルしか聞いてないでこうああヤンキーねオッケーオッケーオッケーヤンキーっつうか半グレねみたいな半グレっていうか全グレかお前みたいなでわ <laughs> かるじゃん例えばねまあ俺のさ年間のプレイリストとかをさこうみんなに あのね Spotify とか作ってくれるやつね見せたりしたらね「ああはいはいはいこういう人なのねはいはいはい」「あのー、なんかすごい明るい音楽とか好きじゃな,いなさそうだな確かに」みたいなっていう風にそういう風にまあファッション性として楽しんでる人とかもいるしうーんでもねまあ今オブラートに包んでるものを言っとるけど正直言うとね お前らそんなもっと楽しそうなことあるな何だお前それみたいな,なんかボッチザロック見てる方が楽しいんでしょみたいなうんそうかみたいなさ <laughs> って思うところあるのよ俺はうん、だんだよでもあのねマジで楽しいから分かってほしいわんかね分かるかなこれあのさ自分がすごいいい思いしてるとさ人にこんな 楽しいことがああるってて人にも教えてあげなきゃって思,わん思うでしょだからあのー、なんかさこのいい曲とかあると人に勧めちゃうじゃんあれとかもさもう楽しいから人にね人のことも楽しくしてあげようというあれは人間の善意だよなんか勧めるときってなんかこのアニメ面白いよこのゲーム面白いよこの映画面白いよこの音楽最高だよとかってさ人言ってくるけどさあんたたちも言うでしょ人にあれってさもう純粋にさマジで最高だから。 こんなな素敵な思いと損だぜ人類の損失っていうのさ <laughs> 善意でさ前議で進めてるじゃんその感じだからね,ーねーすげえいいのにってライブとかすげえストレス減るのにみたいなもう本んなんか悩んどることあるやつおったら来いと思うの本当に来いと思っとる音楽とかってすげえいいのにもうファッションで楽しんでるなんてもったいねえぜお前って思うのよ もったいねえもう一回爆音で目つぶってさ聞け一 <laughs> 回目つぶって爆音で聞けできれば CD で聞けなぜならサブスクとか YouTube とかは圧縮されるからほんとに変なノーマライズかかるからだからそのレコーディングした側のね本気 本気はね、CD でしか聴けないから CD で聴け。CD で聴け。できれば。もうカバンでもいい。なんか、もう、もう変でも、もう本当に金がないけど CD 聴きたいってやつがおったら、送るわ、ただね。3枚送るわ、俺らの CD。学生です、金がないです。でも聴いてみたいですって言ったら CD プレイヤーも買ってやるわ、バンド費で俺らの。買ってやるから聴け。本当に。そう思ってます。もう。 ライブ行ってみたいです。でも、僕、秋田県に住んでて、お金もないんです。わかった。旅費一回出してやるから。一回聞いてみるそれか秋田まで行ってやるよ。行ってやるから聞いてくれと思う。お前の人生めちゃくちゃにしてやるからよと思うのよ。ね。そう、思ってます。めちゃくちゃになるよ。いい意味で。なってるもん、俺。<laughs> 楽しそうでしょ、俺。楽しいよ。多分ね。 こんなにめちゃくちゃになれるものがなかったらね本当につまんない人生を送ってると思うね。人に絶望してね。人間なんてのはクズでかしてつまんなくても最悪だ。もう本当にみんないなくなればいい。バーかと思って生きてるよ。生きてるけど、うーん、すごいね。いいのよ。ライブ、音楽。わかった伝わった俺今エキサイドして疲れたからさ。今日はここぐらいにしておこうかな。はい。じゃあね、あ、あと、あのー、 地味に募集ななんんですけどそのなんかねこのサブネイルがねいつも同じなのはね味気ないんじゃないかなもうちょっと視覚的な娯楽要素も入れないと人が見づらいのではこのチャンネルということで、あのー、友達で YouTuber を挫折したやつがいるので。 挫折というかね中断というかね <laughs> してる人がいるのでその人にねあのカメラを貸してくれるというので、ね、パソコン用の今度からねあのパソコン用のカメラをつけてあのそれをやろうと思うのでなんか編集とかをしてくれるスタッフの人あの希望者の方とかいたら是非お願いしたいなと思ってますいなかったら僕らジグドレスのメンバーでやりますいなかったらとかまあうーん都合が。 よくなさそうだったりした場合は僕らでやった方がうまくいくだろうなっていう状態だったらな僕らでやろうかなとは思ってるんですけど誰かねあのー、まあ僕らというか僕はねやっぱりあのー、気概のある人間というか報われてほしい人たちが報われてほしいと思っているので何かそういう手伝いになるかもしれないという意味でもひなんか、あのー「僕今苦しいです楽しくないですでも」 僕って魅力あるんです本当はって嫌なやつじゃないんです本当です信じてください僕嫌なやつじゃないんですでも周りと反りが合いませんっていうやついたら言ってください僕はいつでも待ってますジグドレスはいつでも待ってますナインティナインスケープレコーズはそんな男たちを待ってます僕たちナインティナインスケープレコーズはそんな男たちでやっておりますなのでぜひそういう方がいたら えー、ご連絡ください。まあそんぐらいかな。あと、そうだね、あのー、今日ライブ行為って言ったけど、あのー、ライブもあるので、あのー、ジグドレスのアカウントよかったらチェックしてください。うん、なんか一個一個、口で何月何日とかっていうのは、野暮なのでやめときます。じゃあ、そんな感じかな。まだね。じゃあ。